OK だそうです。温泉に乾杯。おふい皆さんこんにちは、ひまわりチャンネルのおばちゃんとおーちゃんでとママとママです。イエーイ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。家族みんなで楽しく見てね。はい、イエーイ。はい、今日はねまったり温泉、イエーイ。まったり温泉旅行最高まあなんかすごい忙しかったんで、そうだね、ちょっと息抜き旅行に行っちゃおうかなっていう感じですね。はい、はい、イエーイ。必要ですよ、リフレッシュ。もうね、旅館行ったら、はい、食べて、 お風呂入って、休んで、お風呂入って、休んで、お風呂入って、お何回風呂入んない、何回風呂入んない、寝て、お風呂入って、まあ、とにかく、はい、もう旅館の中を楽しみ尽くそうと思って、イエーイ。部屋でね、最高やね、一回もうまったりしようぜ。はい、私たちがメゾピアノの洋服とコラボしてるよ、チェックしてね。レッツゴー、レッツゴー、行きましょう。マスク持っていこう、はい、こんにちは、こんにちは。今、ラーメン持ってます。まーちゃんがね、最初さ、冷たいうどん食べたいって言ってたのに、結局なんかね、すごい注文になったから来るの楽しみなんだけど何の注文をしたかは届いてからの楽しみ。そうだね予想しているね、今回の温泉は。待ってろとおちゃん、じゃあはい、どうぞ。美味しい、めちゃ美味しそう。見てよ、この美味しそうな画面。じゃあ食レポお願いします。どうでしたか、お味は。普通にうまい。普通にうまいだそうです。いいな、いい匂いするでしょ。匂いはわからない。画面越しだと匂いわからない。じゃあ、まず、おご飯。はい、ご飯。おご飯。そして、あれ、これなんだ。そして、これはなんだ、なんでしょうか。まーちゃんは単品で、ご飯と温泉卵と納豆を選びました。なんて個性的。温泉卵って。ネギついてるから、ネギ。ネギ好きじゃないんです。じゃあ、パパの、煮揚げそば、豚汁定食にしました。私も納豆ついてる。ママ、温泉楽しみ、めっちゃ楽しみだよ。ちょうだい。あなた、私の納豆取る気だな。まーちゃんさ、温泉卵やったじゃん、うん、だから、これから温泉行くから、温泉卵なんか、かけてる気味なかったんですよ。いただきます。かき焼きそば、いただきます。いただきます。うまっ。そば、そば行ってないじゃん。そば来ます。そば行ってないじゃん。そば行ってないじゃん。そう、取ってない、取ってない。汚い音、音が。いただきます。はい、うん、つるつる、つるつるっておかしくない。うどんじゃないのに、そばでつるつる、おかしくない。ご飯食べ終わった。ごちそうさまでした。なるほど。おお、ちゃんと全部止めましたね。はい、えらい、えらい。チェック入りました。おちゃん、この服は何ですか。これはね、メゾピアノのコラボした洋服です。ポケット、メス、ゆくし見ていきましょう。ご飯食べ終わったので、はいはい、ご飯食べ終わったので、ゆくしと牛タン、あ、よく言うじゃん、ほら、牛肉は別腹って。牛肉は別腹違うわ。いただきます。めっちゃうまそう。おいしそう。すごいうまい、これ。おいしい。はい、まーちゃん、おいちゃん、なんとここにドットロマンがいます。はい、しゃバルカン星人ある。はい、バルカン星人。ポッ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 。2人です、これウルトラマンポーズやってみ。ポッポッポ、ウルトラマンポーズわかる。違うやん、こうでしょ。シャカです。それ違うわ。シャカです。それちゃんのくやん。ちゃんのく、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 
ちゃんぬくふざけてるわ。お昼休憩終わって出発。見てこれ私が書いたやつ見ててね。これ消すとねパパ出てくるの。本当だ。私も面白いのあるよ。せーの、ベベーン。変顔写真持ちすぎ。はい、そろそろ着きますよ。右方向です。おい、右方向です。右方向。もう到着。着チェックイン終わりまして、すごいなんか抹茶、はい、抹茶立てていただいていただきます。どうぞ、うん、え、結構のお手前じゃないの。待ってたんだけど。結構もう一回やらせて、もう一回、もう一回やらせて。手靴、はい、回して、はい、いっちゃう。変な馴染むな。いただきます、はい、あ、結構なお手前で美味しいんじゃないかい。いやもう正解が分かんないな。ほらお菓子もあるし。五百川恋歌。あ、あんこっぽい。うん、これはお抹茶にめちゃ合う。今手山で行きます。本日はこちらの人がいいと思います。あ、そうですか。お茶あれ、はい、小さなところ。あ、なにこれ、虫眼鏡。なんで虫眼鏡。ミステリー。わぁ、本当だ。これで確かにミステリー。小さい扉調べるんだね。はい、ね、こっちやばかった。せーの、せーの。おぉー、めっちゃさ、なんかさ、和風の感じとかいいか、っていうか。あ、すごくない。おぉ、露天の部。あうわ、あります。すげーや。おぉ、いい湯。あ、すごい、あったか。源泉かけ流しだよ。はい、ウェルカムフルーツです。イエーイ、ウェルカムフルーツがね。あ、すごい。あるプランで頼んだので、これ、このケーキみたいな。いただきます。いただきます。一口で食べるの。ウィーン、ちょっと一回よそいましょう。可愛く大人の味。盛り付けできた。可愛いでしょ、うん、いただきます。うまい。温泉来て撮影会やってる。なんか撮ってるね。撮ってるね。TikTok 撮ってるのかな。はい、OK。 OK だそうです。OK だそうです。はい、バンダイアタミ温泉のホテル花の湯に来てるんだけど、うん、ここは30種類ぐらい温泉あるらしいよね。それでいっぱい入りたいなって。だから行こう。いいよ。いいよ。ちょっと待って、お湯に行っちゃいましょう。どうぞ、ニッコニコで。まだまだ撮影にかかりそうだな。はい、閉店でございます。待って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 、こっち行かないで、こっち行かないで、こっち行かないで。なんで。ちょっと一回お金ちょうだい。お金。はい、まーちゃんの好きなやつ。ママに言わないと。あ、いけるぞこれ。終わんないよ、頑張れ。
し、推しなんだけど、推しの2番目で番外ユージなんだけど、待って、私、強すぎない？ユージと5条出たんだけど、2人で分けられるんじゃない？はい、ワンジでちょっと飲み物飲もう。カラピスソーダ L? M だよ。あふれちゃうか。すげえ、おいしそう。光ってなかったな。なんと、これなかったの。もう一回乾杯しようか。で乾杯しよう。久しぶりの温泉に乾杯。2回目です。だからもうこれも開けちゃった。せっかくおちゃん一生懸命、ね、ごめんね、もう一回お願いします。猫ちゃん、可愛いの。うん、ビールだ。まっちゃん、ビールでしょ。まっちゃん違うよ。え、まっちゃん、ビール飲むの？一回飲んでみて、おちゃん。あ、オレンジジュースと炭酸水混ぜたらビールみたいになった。ビールでしょ。よし、じゃあ晩ご飯を楽しみます。いきます。せーのちっちゃい頃の遊びだね。ダメだこれ。靴紙ここ食べずに、将棋の駒を取っていく。はい、じゃあ、おーちゃんから行く。うん、音立てずだよね。うん、音立てない。いやこれむずいぞ。ゆっくり引いたらいけるかな、これ。あー、いけた。おーちゃん、成功したらもう一回連続でできます。どうぞ。じゃあ、どこ行く？そこが音ならないなら、うん、なんで？逆さまの音、大丈夫なのかな。逆さまの音、こちんって言われるね。次はお、今パチって落としたよ。いや、そんなことないよ、そんなことないよ。いや、ママ聞こえた。じゃあママね、もうずっと狙ってました、最初から。ここです。せー、ママ2個乗せるのいいんだよ、いいんだよ、2個いいんだよ。落とされたってなければ。子供の頃よくやってたからね。おお、もう4つだ。じゃあ大人げないな、これ。いけそうな気がする。あ、今カチャって言っちゃった。カチャ言った？うん、カチャって言って。おーちゃん、チャン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 スチャンスチャンスチャンス。こっちか。いいよいいよ、どっちでも、どっちでもいいんだよ。イエーイ、ロックロック。どこ行くんだね。あ、ここダメだ。ゲゲゲーゲゲゲゲ。で、じゃあ、あそこだけは取らないで。こう、あ、あ、あそこ欲しかったのに。ウェーイ。お、残り三つ。はい、三つです。どっち行くの？これは難しい。あー、あ、これもう全部持って取れる。撮るよ。見てこの満面の笑顔。撮るよ。早く行けや。あ、数えよう。数えるよ。こっちが多いだ。勝者はママ。次押せるやろう。今日の夜ご飯のお料理を来ました。めちゃめちゃ美味しそうでございます。うわ、マチョウちゃんはお弁当ですね。これめっちゃ美味しそうなんだけど。そうなんですか？ね。すごいよ。待てよ、ママも欲しいよ、ロブスター。ね、せーの、乾杯。イエーイ。おーちゃん見えてなかった。うん、なんだっけ、桜、さくらんぼのお酒。おいしい。いただきます。いただきます。これ何？お鍋や。お鍋的な。おいしそう。ロブスターなんかクリームみたい。おいしい。ほんと、ほんと美味しいだよ。
茶碗蒸し。お茶のお椀のお蒸し。お上品の味。食べてみたい。どうぞ。ね、ここを感じて、あの刺身の交換したんだけど刺身いただきましたね。はい、これは2回目のお料理ですね。海鮮大判焼きのコマボンズ、うん、これはハマグリの吸い物、うん、これは今日のお刺身です。はい、これね、葉わさびだって。え、これわさびなの？うん、わさびの葉っぱなんじゃない？葉わさび盛りって書いてある。え、匂いわさびかな。食べてみたいのわかんない。これ刺身前で食べるんじゃない？いや、そんなことないと思う。ハワサビなの？いや、そんなことないと思う。これハワサビ一回食べてみるわ。そうやって言ってんの？もうチャレンジャーだな。わさびだから。それ乗せて食べてくださいって言われてないからね。ほら、綺麗に包まれます。いただきます。ハワサビ。初ハワサビ。うん、まあ何の癖もない。うん、まああってもなくても大丈夫。次何？次じゃあマグリ吸いますか。マグリ吸いますか。マグリ、マグリちなみにこんな感じで大変美味しそうです。はい。いや、すごい肉厚。大きい。下品なことしたら頭部の遮断されますんで。ナブルどこだ、うん、遮断されました今。本日のメインティッシュでございます。福島黒毛和牛サロインステーキ2色ソース、いいですか皆さん。うわ、ガーリックソースをつけていただきます。ありがとう。まちょっとこのビシソワーズスープ食べてみて。いただきます。私食べたらもう思わずおいっ声出た。おいっおいっおいっ、ウヒじゃない、ウヒじゃない、おいっおいっおいっ、いただきます。はい、おいっ。言った。これなんかめちゃくちゃ美味しくて。なんで？すっごい美味しい、これ。おちゃん、え、これすっごい美味しい、このスープ。おちゃんは言わないでしょ。おちゃん美味しい。ちょっと待って、ちょっと、まーちゃんと、まーちゃん帰ってくる。まーちゃんは絶対言わないよ。ちょっと食べてみて。おひ正解。うん、いよいよね、本日の最後でございます。はい、ご飯ですね。はい、これはたけのこ豆ご飯。おお、こちらでございます。はい、うわー、美味しそう。そう、赤味噌下でつみれ汁なめこ。あー、いいね、なめこ汁。なんかこう、うわー、赤い赤い赤い赤味噌赤い。うわ、美味しそう。くず桜白玉ぜんざいですね。うまぁ、これめちゃくちゃ美味しい。ほんと、やばい、ちょっとマジャオちゃんに食べさせたい。うん、タンコだよ。美味しいでしょ。ほらほら。うぎ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 、美味しいでしょ。白玉泥棒や。でもどこ行っちゃうの。おはようございます。おはようございます。
来たのはじゃじゃんじゃん、これ来た一人前だよ。俺すげえ。これはまーちゃんの、まあ、これはお子様のだと思うんだよね。お子様、お子様用。はい、わっかーん、おいしそう。30から、わお。あ、タラコ、タラコだわ。やば、え、食欲。はい、おお、すごい、温泉卵入ってたよ。あ、朝からお刺身ありました。30、すごい。せーので、はい、ちょっと違う、ちょっと違う、ほらさ、タラコなんですけど、卵焼きよね。3、2、1、はい、おお、やった、温泉卵。あ、いちごがある。せーので、はい、あ、おお、なんかいっぱい入ってる。 お作りがコロッケ、あとここが生ハムとかお野菜。あ、いいね。いただきます。いただきます。こんな朝ごはんだったらいいな。やべえよ。でも飽きるんじゃない、だから毎日帰ってもらう。さらにやべえやつ。はい、はい、もうそろそろ出なきゃいけない時間です。はい、どうですか、まーちゃん、まーちゃん、今回のリフレッシュ温泉旅行。あのね、温泉がね、いろいろあってね、楽しかった。うん、よかったね。うん、あとさ、将棋崩し楽しかった。あと夜中にオセラもやったんで。え、そうなの。うん、まーちゃん寝ちゃったんだよ、先に。やりたかった。はい、グッドボタン押してね、チャンネル登録もよろしくお願いします。いっせーので、ひまわり咲いたらじゃんけんぽん、ひまわり咲いたらじゃんけんぽん、ひまわり咲いたらじゃんけんぽん。皆さん、グーを出しました。勝った人は明日気持ちいいお風呂に入れるかも。次もひまわりチャンネルの動画を見てね。また会いましょう。また会いましょう。これ全部飲んじゃった。美味しすぎて全部飲んだ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。